勇が残した最後の策、それは藤堂平助を御陵絵寺に潜入させることだった。命を落とした藤堂の働きで長州、薩摩、土佐の代表が一堂に集うことを知る龍馬たち、そして長い旅の途中で生まれた仲間たちが集い、坂本龍馬を大宮へおびき出すべく力を合わせる。倒れる仲間たち、多くの犠牲を重ね、龍馬はついにもう一人の坂本龍馬の正体を知る。それは変わり果てた竹地半平太だった。土佐で待つ。竹地はその言葉を残し、龍馬のもとを去るのだった。決着の時は近い。もう今日の町ともお別れやな。土佐に行く準備はできとんのか、はじめちゃん。ああ、もともとこの町で別れを惜しむ。お涼ちゃんは？どうもこうもない。これからは好きな場所に行く。まあな。せやから、さあな。お涼ちゃんはな、本当の自分とはちゃう、もう一人の自分をわし思うんや。せやからあの子にとっちゃ斎藤はじめに惚れ、斎藤はじめの背中を追って。はじめちゃん、斎藤はじめとしてのお前は決し、斎藤はじめはこの時代、この瞬間、それを偽りの一言で捨てて待ってはあかん。ちゃんとお涼ちゃんと最後のお別れくらいしてきや。ああ、わかった。ありがとうな、沖田の兄さん。なんやそれ。あんたにはずっと救われてきた。ねえ、少し恥ずかしいの。まあ、はじめちゃん、どういった。
今日は何にいたしましょう。これもうちょっと休まらへん。いろいろありますよ。いらっしゃいませ。お立ち寄りください。いらっしゃい。こんにちは。何にいたしましょう。自慢の絵師は揃えてますからね。いらっしゃいませ。いらっしゃい。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。また今度見に来てください。いらっしゃいませ。ありがとうございます。大丈夫？何なんだ？
さい。申しません。危なかった。はじめさん、例のさっき、せやけど、そしたらはじめさん、あんた余計なお世話かもし、あの子気丈にしてるけど、ほんまははじめさんのこと、お涼ちゃんにはせめて今日一日、もう今日を経つした、そしたら今からあの子呼んでくるけど。ああ、大丈夫。分かったわ。ちょっと待って。はじめさん、あんな、今日はおかみさんが。せやから、だってうちとはじめさんがおった今日。ああ。ほんま？どうぞ。
いらっしゃいませ。おおきに。ちょっと何？
美しく咲かせてもらおう。いかがだったかな？行こうか。
疲れたろ。ううん、全然平気。はじめさんこそ、うちと二人きりで疲れた。せやけどうちはまたこうしてなあ、横領。うん？何？今までありがとう。俺がこの町でなんとか一人なのに、俺はこれまで礼の一つも言う。今日になってやっともう会えないかもしれない今になってやっと礼を言うな。はじめさん、幕府がなくなって世の中はだから、お涼、お前はおかみさんたちといつまでも達者で、そんなん嫌や。ん？その続きはなんと。せやけどうちははじめさんの遺言な。お涼、はじめさんのこと騙してたうちが言うことやないかもしれん。けどうちはこれからもずっとはじめさんのそばにいたい。なのにはじめさん、何でも二度と会えへんような言い方するの？土佐で用事済ませたらまた京に戻ってくるんやろ。願いやから必ず帰ってきて。うちは待ってるから。はじめさんが戻ってくるまでずっと待ってるから。約束して、はじめさん。わかった、約束する。きっとやで。嘘ついたら。ああ。
土佐へ行くにもまだ時間があるな。いいだろう。そういう今回は本気でやらせてもらう。俺も本気で行くぞ。俺をがっかりさせんなよ。さすがや、稽古した。はじめちゃん。そうだな。土佐へ行く前にわしと一勝負せんか。いいだろう。さすがはじめちゃんや。わしもほな行くで。甘い。
どうしたん、はじめ。はじめちゃん、またいいだろう。ほな、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 わしと勝負したかったら、今日の待ち、斉藤君、どうだ、ここで一戦交え、いいだろう。君の強、それでは本気。Huh!
さすがだな。私でよかった。逃してください。申しません。何やったんや。みんな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。始めちゃもう今日の街で思い残すことはないが。ああよっしゃ。そろそろ土佐やな。ああ土佐言うても広いで。竹ちゃんどこにおるんや。はじめちゃん当てはあるんか。きっとあいつはあの場所で待っている。俺たちの運命の歯車が狂ったあの場所で。見えてきたな、あれが土佐か。ん？なんだあれは。な、何やあれは。あれが土佐なんか。要塞のような町やな。違う、あれは俺が知っている土佐じゃない。土佐に一体何があったんだ。
全てはあの場所で始まった。俺は東洋のおやっさんを失い、逃げるように土佐を出た。そして一年、まだここに戻ってきたっちゅうわけか。運命っちゅうやつやな。きっと武市は高知城で待っている。俺たちがやってくるのだ。差し向かう心は清き水鏡。きっと君と武市は互いに見えているものが同じ。私と近藤さんのようなものなのだろう。だとしたら武市を止められるのは君しかいない。せやな、お前しかおらん。この戦いに終止符を打てんのは。ああ。地上にあり。おお、ちょっと来たか。佐々木忠三郎。京都見回り組が、あんたら旗本は幕府があってな。ふん、俺は幕府に買われとるだ。俺は幕府がなくなろうが知ったこと。日本始まって以来の国を二分した王。なんだと。旗本なんてつまらん身分に生まれたことを。俺は知らんけど、お天道様は俺を戦争を始めるためだけに竹地についたと。なんや、ええとこのボンボンかと思うたら案外気が合いそうや。さあ、おしゃべりは。新選組切手の使い手が勢ぞろいしてるんや。行くでー。本気で行くでー。
大した戦力だ。ここは俺がやる。新八。なんや新八ちゃん、ええとこ持ってく機会な。冗談言うてる場合やない。掃除土方、お前らは斎藤を守った。ええな。相変わらず硬いの。まっしゃあない。京都見回り組ごときに遅れを取るなよ長倉。斎藤、お前に言う。分かった。死ぬなよ。
これはこれは土方さんに起きたくん伊藤土方さんあなたがいけないんですよあの時素直に私が局長になっていれば新選このようにああそうこれが私の組織五稜英治たちで貴様彼らは特別な訓練を受けましてねおかげさまでで は行けさすがですねやはり新選組をなめてもらったですが何だ言ったでしょあの頃より格段斉藤君ここは俺に任せ土方さん城までもうすぐだここだ竹地を止められるのは君しかいないんだ分かったらさっさと土方さんすまん斉藤君頼んだぞ Oh.
食ったな。食ったな。そこまでです。ミブロの峰さん、お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります、トーマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が竹下と組んで。ほう、よくご存知で。竹地先生には贔屓にしていただいております。いや、坂本龍馬先生。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、つまりあなた方にここ未だに鉄の棒を振り回してるヤバ。ふん。覚悟はいいですか？やれ！
バカな、こんな調子に乗り寄って、これならどうだ。これええやないか。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹千はあんたに譲ったる。一人で戦おうというのか。はよ行けや。兄さん。それやっぱ恥ずかしいわ。頼んだ。
来たか。龍馬、竹地、ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういうやつだ。昔から人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一介の豪士が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやっさんの意志を引き継ぐためにおやっさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと？そんなバカな話があるか。おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやっさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやっさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似てるからな。芹沢カムにおやっさんの暗殺を依頼した時から、俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだか分かるが、俺とお前どっちが正しいのかケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き、死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前の挑戦状だったんだ。挑戦状だと？坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決定決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意志を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるっていうんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お龍のことか。
全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用して、この国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ、だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよお前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前、誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か、懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。どうしてだろうな、今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ、俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い、ヨア、行くぞ武智。
ったな。そうだ。せいや。そうだ。まだまだ。Ah!
決着をつけるぞ、龍馬。明智半平太、覚悟を。龍馬だが、綺麗龍馬、俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた言ったじゃないか、坂本龍馬は大宮で死んだと。だがあれはどっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち、
なあ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことさ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前土佐を抜けるとき、お前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。龍馬、兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。あんたは俺の兄弟なんだ、竹地半平太。夜が明けるな。ああ、兄弟。さあ、行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ、死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。土佐をぶっ壊すんだよ、この巨大な武器とかした土佐を。山内陽殿の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽殿に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝倫太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を、兄弟、これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと竹地よ、お前が裏切ることなど花から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようでは
この国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと？お前があの坂本龍馬か。いや、なかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが、結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。許せに。何だと。言葉が汚いぞ竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙ってるのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。つまりお前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。貴様ふざけるな。近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。どうした、お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増票の一人ぐらいにはしてやるぞ。いやか。ならばこのわし自ら死を与えてやろう。おい、何してるんだよお前。やめろ。リョーマ、化け物が、往生際が悪いぞ。愛のため、戦った男たちの生き様だ。誰だ貴様。しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君にはこの土佐、いや四国全土を与えよう。だから見逃してくれ龍馬。わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だそれは。そんな名前の男、
知らねえな。え？やめろ。わしを殺せばこの国はどうなる。鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。え？この国の道を決めんのはお前でも俺でもねえ。ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな。そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら豪士のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。ああ。イギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。なんだと。俺らは兄弟たちに伝えなきゃならねえんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国にはまだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て今日で生き初めて分かった。近藤や桂に最後、それに竹地の兄弟みな、流れた血の先に何があるのかを知っている。な、何を言っている。人間ってのは間違う。間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。進むことをやめちまったら託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ。生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。よせ。この国の未来は今はまだ顔も見たこともねえ、声を聞いたこともねえ兄弟たちがきっと作ってくれる。一緒にあの世で日本の夜明けを見ようじゃねえか、陽道さん。やめるんだ。やめるんだ。陽馬。日本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。ご隠居されてから1年、優雅なものですな。あなたが内国事務総裁を辞任されてからというもの、
こっちは政府の仕事を山ほど押し付けられててんやわんやでね、なかなか挨拶に伺いませんでした。あの坂本龍馬が果てた後、あなたは軍事都市と化していた土佐の暴走を食い止め、日本の新しい国づくりを陰で支えてくれた。あなたは坂本龍馬と並ぶ明治維新の功労者です。山内陽道先生そうでした、もうその名を語る必要もないんでしたよね。私も新堀に桂、木戸と名前をコロコロ変えてきましたけど、あなたほど他人の人生を生きた人はいないでしょう。名を変え、立場を変え、いくら他人の人生を生きようと、酒の趣味だけは変わらないもんなんですね、竹地さん。ちくしょう。あら先生、また失敗どすか。いつになったら書き終わることやら。そんなこと言ったってしゃあないだろ。二人分の人生を一つにまとめてんだ。うまくきれいにつなげるっつ方が難しいや。あら、また八つ当たりどすか。坂本藩の話を書きたいから寺田屋の部屋をタダで貸せ言わはったのはどこの誰だったか。眩しいな。開けないでくれよ、集中できねえ。綺麗な日本晴れやね。今頃阿蘇も晴れとるんやろか。ああ、そういや言ってんだっけか、あいつらが。ええ、結婚できひん代わりに思い出だけは作りに行こうってな。きっとあの二人にはこの空が誰よりも綺麗に見えるんやろね。大丈夫か。綺麗やね。からうちらどれだけ一緒の景色見られるんやろ。ずっとさ、もう日本の夜は明けたんだ。